皆さんこんにちは。満月とレインボータイム、はい、今日も始まりました、こんにちは。こんにちは、はい、今日のゲストのご紹介します。ロイヤルケントクラブ代表ケント倉本さんに来ていただきました、はい、どうも今日はお忙しい中、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本当、ね、ケントさんとのこの、いろんな出会いですけども、本当に、ね、このコロナの中ですけども、本当いろいろ共通のお知り合いの方とかたくさんありまして、はい、ね、ケントさんには本当にまあ、イベントとかねよくされておられて、いろんな交流を図られて、私もすごく楽しみにいつもしております。ありがとうございます、はいはい、ね、この間も仮面パーティー、はい、呼んでいただきましてね、本当に楽しかったです。まるまる10周年パーティーでしたね。あれそうですね、はい、ケント、はい、ね、ロイヤルケントクラブの10周年ということで、はい、本当に早いもんだ、あっという間に 10年経ってしまってね、はい、気持ちは若いつもりでも10年年取ったということに なるんでしょうね一応はね、でも素敵に、はい、本当ね、いつもダンディーなケントさんです。ありがとうございます。はい、はい、いろんな、まあ、イベントの中で、そうですね、これは、もう早速明日のことなんですけどね。そうですね、もうそれはもうすぐ明日で、はい、いっぱいいっぱい、ね、講師の方が人気なんで、はい、130% アップで人が入りますね、はい、すごいですね、はい、もうね、これもうすぐ満杯になられて、そうですね、はい、ね、参加されたいという方がもうすごく人気がありまして、はい、もう定員オーバーということで、立ち見もうちょっと、はい、なかなか入れないぐらいだということでね。でもこの「サムライ日本」というところがね、はい、これはもう丸々3年なんです、はい、ロイヤルケントクラブ自身は10年なんですけど、その中の、うん、サムライ日本というのは丸3年やってきてますけどね、はい、はい、日本を学んで日本を良くしようという、これは絶対的なテーマなんですね、 この会は。そうですね、はい、ね、国際的に外国の方もね注目されてる内容だと思うんで、本当また次回私もぜひとも参加させていただきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。次は12月です。そうですね、はい、はい、じゃあちょっと早いことを申し込みさせていただかないといけませんね。ぜひ12月21日そうですね、お昼間なんでランチ会を絡めてやってますんで、はい、講師の方に1時間ぐらいお話をいただくっていうスタイルでずっとやってます。はい、ね、またいろいろ興味の湧くようなお話があると思いますので、皆さんぜひご参加くださいね。はい、でね、続きましてケントクラブさんの忘年祭大人の文化祭というね、はい、こちらの方も画面の方で映ると思うんですけどね、はい、まあ、横にケントさんのプロフィールと一緒に、はい、映っております、はい、これは毎年ね、ずっと忘年祭って、忘年祭も忘年会の忘年というふうに思いがちなんですけど、のどむ年の祭りと書いて、はい、ずっとこれは私が作った言葉なんですけど、はい、もう来年に向かって最後なんで、ね、はい、年度は最後なんで、うん、来年に向かって考えて、また今年の影響を養いながら来年へ向かってこう望みを持っていく、はい、望みの持てる年にしようじゃないかと、そういう前向きな、はい、大人の文化祭という形を、はい、やって、もうこれもう6年目ぐらいですかね、確か、はい、はいはい、やらせていただいてます、はい、
ね、本当に私のお友達もあの去年参加されたりいうことで、あのずっと参加されてるお友達もいてるんですけども、いつも本当楽しい、楽しんで、はい、もう楽しんでワイワイと、ね、まあ、あのパーティーなんでね、はい、あの忘年祭というパーティーですんで、はい、まあ、あんまり理屈抜きにいろんな方で楽しんでいただく、まあ、今回ね、今年はちょっと和をテーマにこのフライヤーには書いてませんけど、はい、ちょっと着物を着るとかね、はい、あのまあ、あのそこにこだわりすぎはしないんですけど、はい、あの和をちょっと入れていくっていうことをあの今ちょっと打ち合わせやってる真っ最中ですね。はい、はいはい、ちょっとそれも楽しみだなと思います、ね、この間ケントさんとねお話しした時に、この忘年祭っていうね意味をね、うん、お聞きしまして、はい、まあ、年末といえば日本では忘年会っていう言葉がよくあるんですけど、その忘年っていうところにね、あの忘れる年を忘れる年、せっかくいい年を迎えてみんな頑張ってきたのに、どうして忘れないといけないんだってケントさんが言われてたんですよね、うん、まあそういうことからケントさんがね、その忘年という字を希望の忘という希望の、ね、年を、はい、お祭りね祭ということで、ね、忘年会じゃなくてね、あの希望の年をお祭りしてみんなで祝おうよっていう、ね、また来年に向けて前向きに前進していこうというね、はい、そういう会なんですね、はい、私はもう今年もうこれをもうケントさんにあのお願いしたんです。もう参加ねさせていただきたいなと思います。ぜひぜひ、また、ね、はい、あの楽しいあのスタイルでまたどういう衣装で来られるかどうかわかりませんけどね、そういうのも ね、あのやっぱり衣装にいろいろちょっと遊び心を持ってくるのも、ね、私どもの会の一つ の、 あのパーティーの中身かなというふうに思ってますんで ね、 でね、はい、ね、やっぱり 和を大事にね、またしていけたら何か表現できることがあればいいなと思います、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、ね、あのご参加されたい方はぜひあのケントさんにね、ケントさん、ケントクラブ、今度これ場所はあのわりかしね、あの忘年祭の定番の場所はね、あの道頓堀ホテルなんです。はい、道頓堀ホテルさんで今回もあのやらせていただく、はい、ですから同じフロアの中にブース出店もできますよというふうに、はい、まあ、フライヤーにも書いてると思うんですけど、あの、ブースもまあ遊び心でマルシェではないんですね。まあ、その会に入り来られてる参加される方だけが、まあ、あの楽しめるブースっていう、そんな感じ、ね、形でね、はい、出展していただくようになると思います。はい、はい、そうですよね、はい、もうケントさんのそのねクラブの中で、あの会員にね、皆さんあの会員の中に入っていただいて一緒に楽しんでいこう、みんな助け合ってね行きましょうという会ですので、今年11月26日火曜日、平日ですけどね、お仕事帰りなど、7時から始まります、ね、6時受付、7時から始まって10時、10時には、はい、閉会ということでね、ホテル、はい、道頓堀ホテルの方で行いますので、ぜひとも皆さんお越しくださいませ、ね、これはあの金額の方もねご紹介しておきたいと思いますね。ちょっと細かいですけどね、まあ、いろんな割引もあります。当日券は もちろん当日も OK ですけども、あのペアで来られたりね、それとかグループ5人以上で参加していただいたら、ますますの割引などがございますので、うん、ぜひとも皆さんお越しいただけたらと思います。そうですね、はい、はい、みんなであのいい年を迎えましょうと、もう来年向かってますからね。そうですよね、すでにもう終わったことを意識するんじゃなくて、はい、まあ、それは振り返る分大事ですけど、うん、やはりもう次のステップ、そうですね、今年はね、はい、こういうことが良かったねと、はい、ね、やっていきましょう。また来年はもっともっと、はい、ね、向上していきましょうということで、今年がね、はい、辰年じゃないですか。はい、昇り竜、はい、昇り竜でやられた方も、はい、なかなかあの昇りきれない方も、それはいろいろね、この人生ですから、うん、あると思うんですが、はい、まあ、ある程度頑張って皆さんこらえて、はい、そして、まあ、ちょうど疲れが来る頃かなと、年度末になってきてね、はい、まあ、そういう時にこう
エネルギーをもう一回取り戻していただいて来年に向けていきたいと。で来年はあのミーさんですからね。ミーさんですね。これあの長もん長もんなんですよね。本当ね。長もん長もんなんで。すごくいい組み合わせ、はい、組み合わせで、ね、あのそれはそれぞれまたミーさんは神の使いとも言われてますしね。まあ、そういうふうな形でこう来年をよりスライドしていくという。まあそういう仕掛けをちょっとね。忘年祭でもまだ決めてませんけどね、打ち合わせの中に立つからミーさんやという、ね、そういう流れがどうか表現できないかなということをね今打ち合わせ中でございます。素晴らしいですね、はい、それは楽しみにしていただけたらと思ってます。私もね来年がミーさんですので私、はい、自分の年になるんですね。あ、そうですか。だから本当にいい年になりますように。本当この会でまたね、いろんなことをまたね一緒に登っていけたらと思いますので、もうエネルギーをどん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 ね出してい いかないといけないですね。あのエネルギーをもらうんじゃなくてね、やっぱりこう人を出していく方が、はい、最終的にそのエネルギーって自分にまた戻ってきますからね。そういうことですね、はい、まず外へ向かっていろんな方へいろんな、まあ、この国のためとか人のためとかね、もうそれこそこう出していくことから始めましょう。そういう意味での忘年祭という位置づけでやりたいなと思ってますね。はい、本当に、ね、みんなで喜べる年にしたいと思いますね。そうですね、まだまだ残りがねまだ10月半ばですから、はい、あの残ってますからね、はい、まだやらなあかんことたくさんありますけど、まだまだ残っておりますのでね、はい、というとは言いながら、はい、あっという間にね、来年ってねものすごくねあのなんか区切りのあるいい年ですよね。昭和100年という年でしょ。そうなんですね。そして戦後80年です。はい、あすごいなんか節目のすごくいい、ね、節目ですよね。本当にそうなんです。で私どもはよくあの使う言葉で後期、はい、後期2685年になるんです、うん、で、まあ、5年で西暦で言えば2045年ですよね、うん、なんか一つの区切りといいますか、はい、まあ、始まりとでも言いますよ ね、 すね、区切りで始まり、はい、そういう年に、はい、あのなると僕は信じてますし、うん、もうそこへ向けてあの先にこうエネルギーを注入していく、そして発揮あの外へ出していくと、そういうものを年末から年始にかけて、ね、はい、あのやっていけばいいんじゃないかなと、はい、素晴らしい、思ってますね。また私もね今年あのちょうどねあのお店の経営ということで20周年を迎えることになるんです、ね、 はい、それもね一つの節目だと思うんで、はい、これからやっぱりねあの同じことを、ね、してても進歩がありませんので、はい、やっぱり何かゼロからもう一度スタートしたいという気持ちで、はい、今本当にケントさんが言われてることが本当に理解できるんですけども自分のことと本当照らし合わせて今度20周年またケントさんこのいいお話をぜひ、はい、あの皆さんの前でしてあげてほしいなと思います。またご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます、皆さんこんにちは。満月とレインボー隊、今日はゆみちゃんどうも2回目ね来ていただきましてありがとうございます。今日は横浜の方からあのまた、ね、番組の方に遊びに来てくださいまして、はい、ありがとうございます。今日もいろんないい
情報を、はいはい、お伝えしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ね、ゆみちゃんまたね、あの最後にまた、はい、あ、今日ですか、ね、最後すごいあのプレゼントを用意してくださってるんですけども、視聴者の皆様、あの見てくださってる皆様に、まあ、元気に、ねね、なっていただけるように、まあ、私のアイドリンクで、はい、ひろみちゃんにもね時々プレゼントしたり、はい、そのおかげで元気に私もなっております。でなんかこの番組がスタートする時に本当に出会ってまだ、ね、時間がそう経ってない時にこんな番組始めるんだよってひろみちゃんからお声かかって、でっていう驚きで、なんかよく分からず一番最初を務めさせていただきね、ね、本当にタイミング的にね、あの普段大阪にいられないんですけども、ね、横浜からちょうど出てきてくださってる時に、あ、この日のこの時間だったらっていうことでね、そうなんですよね、私もいっぱい PR したいことあるよっていうことでね、話が一致しまして、またありがとうございます。あ、いいね、ね、またあの今日はたくさんのあの皆さんに聞いていただく皆さんにね元気になっていただきたいということでクイズをね作ってくださってるんですね。あ、そうなんです。あの、まあ、お話ね、いろんなお話をあの今からさせていただいて、ね、いろんな PR もしていただいている中で、また聞いていただいた方に最後にクイズを出してくださいますので、はい、そのクイズの答えを、うん、その次の次回の時に、次回ね来ていただいた時には答えが分かるようになってるんですけども、それまでの間に答えを先にねお知らせくださいということで、あ、そうですね、そしたらあのプレゼントをねお渡ししたいと思います。また次回プレゼントいただいた方のご紹介もさせていただきたいということで、ゆみさんがね今日は考えてくださってますんでね、はい、そうですよね、そのお話、いろんなお話、健康について今日はお話ししていただこうと思います。そうですね、うん、でいいんですかね、1回目の時に私があの2005年と、あ、2005年と2007年にあのお腹を25センチ切ってしまうという、あのもう言って、その時にも言いましたんで、 SD 結腸っていうね大腸がんにも種類があって、 SD 結腸っていう、まあ、直腸がんの一つなんですけど、そういうのがあるんですけど、それで2回手術して、で16回抗がん剤をやったんですよね。すごいんです。で、でまあもう通り過ぎてしまって、なんかほらよく喉元過ぎればって言われるんだけども、私の場合やっぱり最後にあのお医者様と握手して、あのそこのところをね、もうこれで病院出られるけれども、あなたの助かったのはもう奇跡的だから、何かやりたいことが見つかるんだったらそれをやり抜いてはどうでしょうかねっていうのをすごく言われて、でそれがすごく私のやっぱり脳裏にこう刺さったまま今があるっていう感じで、もうすごくその後健康に戻れて、もうそうですね2005年2007年ですから、その後抗がん剤やって、本当の意味で体戻ったのは、私まあ実はずっとテニス、ひろみちゃんもテニス、はい、ね、一緒にテニスも、そうそう、ご家族でされてるので仲間に入れていただいて、はい、それで今はあの横浜に住んでいて、メガロスっていうところが37店舗ぐらいあるのかな、まあ、そこの、神奈川区っていうところのところに所属して、ずっと週1回は必ずそちらに行ってるんですよね。でそこであの家族で、まあ、健康管理もしてるし、あと自分が若い頃にテニス、あの実はアシスタントでテニス教えたりしてたので、あのもう一度ねそういう自分の
本来の健康体に戻れるのかなっていうのが、やっぱり抗がん剤やった後、ねえ、あのこのジャザさんもすごい ご健康だって聞いていたし、この前回の時に、うん、まあちょっとねちょっと太ったりするのが今気になってるけど、僕特にねまだ病気がっていう、うんうん、言われてたんですよ。でひろみちゃんもそのあの時は確かあなんかちょっと転んでまさかとんでもない怪我しちゃってそうですね本当に言うたかったんやけど、はい、もう体に関しては今のところ彼女も病院で入院したりとかないですしね、はい、健康的なんで、うん、はい、そうなんですよ。それでねあの2019年に健康管理士っていう免許を取ったんですよね、うん、まあ、こういう感じであの検定で、あ、症状ですね、はい、これこれはあのあの検定で取りましたよっていう、あ、ちょっと健康管理能力検定というのを、ね、あ、そうなんですよね、合格証書で、これが、はい、これを取るとなんで良かったかというとね、うん、あの今はネットでいろんな資料を見れるんですけど、はい、うん、こういうふうにあの脳に関するとか、うん、これは腸と腸内環境って書いてあるんですよ、はい、でもう今それ流行ってるっていうか、そういう言葉ね今重大になってこれ能力とかなってるんですけど、はい、でこれの中のちょっとだけ皆さんにまあ知ってもらいたいなっていうのは、今そうですね、あ、コロナが3年ぐらいあって、うんうんうん、終わって、うんうん、でもまたインフルエンザとかコロナとか、今日なんか妙にあったかいですけどね、うんうん、逆にあったかいと、あの菌とかウイルス、あのなんていうのかな、あのなんかいろいろ雑菌がね、あ、暑すぎたら雑菌が、あのなんかすぐ腐るでしょ、なんか食品も、だから腸の中もこの腐らす状態にできるだけしないで、ちゃんとお通じ、あのしっかり毎日で、私が大腸がんだった時にあの病院の先生にやっぱり言われたのが、まあそれがここにも載ってるんですけどね、ちゃんとここに、はい、こういう感じで載ってるんですけど、読みますね、あの便は食べ物の残りカスだけじゃないっていうことでね、水分が 70% から 80% 含まれてるんですけど、あのいろいろ、うん、あの例えば細胞が入れ替わっているので、うん、血管の中でその細胞の入れ替わりのカスとか、カス、あ、全部そう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 、その食べ物の残りカスだけじゃなくて、古くなった、うん、その腸壁のカスとか、あ、腸粘膜のカスとか、うんうん、でそういう死骸みたいな、うん、腸内細菌の死骸とか、そういったのも含めてなんですけど、でさて、まあ、ひろみちゃん、まあ、ひろみちゃんとジャジャさん見てたら、ジャジャさんの方が体格がいいから、そうですね、あのね、菌ってね、うん、いや皆さんも知ってるかもしれないけど共存してるらしいんですよ、うん、で体重計乗るじゃでしょ、はい、どのぐらいいてくれてると思います、菌ですか、どのぐらい、あの、まあ、例えば何キロかちょっと私知らないんですけど、あ、まあ、それ、まあ、それは話がちょっとそれますけどねちょっと初めて聞いて、うん、そのうちの全然全然、うん、でそのうちのこう腸ってこう皆さんもご存知かしら、あの、うん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 、6メーターぐらい、うん、で日本人はちょっと農耕民族でご飯とか味噌汁が食べてきてるので、うんうんうん、他の、 あの欧米の方とかよりも腸が平均長かったりね、うん、で、まあ、それもこれで、まあ、知らされて読んで勉強すると、うん、へーって思うことがあるんですけど、うんうん、ちょっと腸がねじれてたりとか、うんうん、ちょっとあの腸が長い人が多い、まあ、そのおかげで私も実は45センチ2回小腸と大腸切ったんですけど、うん、あ、そうですか、お医者さんに腸がやっぱり日本人の特徴でもあるし、まあ、DNA もあると思うんですけどって言われて、腸がちょっとあの、まあ、ものすごい長いわけではないけど、ある程度の長さがあったので45センチ切っても一応問題なく、あのこれから食べても消化はできると。それでもね、あのちょっとちょっとのこう知恵と思って、まあ、この中で今お腹痛いけどちょっとし検査行かないといけないかなとか今もし思ってる方がいらっしゃったら、あの一度ねもし腸に
おかしいことになって手術とかするでしょ、うん、なったりするでしょ、はい、その後ねもう本当に内視鏡でピッて取ったりするとかだったら、はい、3日4日も全然平気で1週間後平気っていうね早期発見だったらだけど、うん、ステージ3以上かな私はまあ実は 4とか末期に近かったんだ、ねまあ、だからよく生き返ってそこまで行けたって言われてからの抗がん剤が結構かなり苦しいもんだったんですけど、うんはい、でそれでピッてこうその後です切るでしょほな腸って今までこういう風に動いてたのにそーっと手術でこうやって置かれますってして閉じますでもそしたら血がやっぱりまだちゃんとなるまで、うん、ってなったらね、うん皆さんの腸って体の中でこう動けるんですよ、うん、でもよく腸だけじゃないけど手術した人ってそこでちょっと一部だけとか固まる場合があるらしいんですね、うん、でも3回も4回もお腹開けないらしいので、うん、で実は私もう十何年ぶりに去年3月に腸閉塞1回やってなったんですよでそうしたらおそらく小腸が大腸の上に少しちょっと乗っかっててで疲労睡眠とか、まあ、食事の加減とかで詰まることでピタッてこう腸がストップってなって、まあ、その時はこうマーライオンのようになってしまって、ね、すごい苦しかったんですけど食べるもの全部出すというかでまた私またってなったけれどもやっぱり再発とかもしたくないですしでまあやっぱりお腹の調子いまいちだなとか思ってる人は、うん、たくさんねこうやってひろみちゃんのこう言ったので、うん、こうなんかこう聞くというか私こういう感じなんですけどとか意見聴取のできる場がないとどうしたらいいのって思って、うん、例えばお医者さんを行くほどでもないと思ってるんだけどどうしたらいいとかね、うん今お医者さんも1回行ったら5000円以上必ずするんで1万円とかでなんか検査すると2万円とかすんごいするんですよだからその手前でもしかしてご相談とか受けたらいやそういう感じだったらこういうふうに気をつけていけば必ず改善できると思いますって言えるぐらいの引き出しそれとか友達から相談を受けるとか、うんうんうん、なんかそういったことが最近このひろみさんとお付き合いさせてもらったり、うん、この去年じゃないわ今年のあれだったっけこれ出させてもらった、そうですね最初の一番最初4月スタートしましたんで、はい、4月に出てくださったんですねそうだった、まあ、だからその経過の中でそういうことが半年前にね、そうそしたらあの出会いもあるからそういう腸内細菌を善玉菌をたくさん、うん、その腸のまあ今日そこにあれですかね今日なんか見せてもらえる資料がとか言われてたのはなんか善玉菌を届けるって出すんですか善これはダイエット腸の方、ね、腸の方かな一番初めの方ですかね これですね腸の若返り、うん、腸の若返りっていうのがまあ、できるものがあるよっていうのにその腸閉塞をね、うん、やった時にすごい、まあ、ここに今ちょうど出てますものがイヌリンっていう菊芋の餌を乳酸菌とビフィズス菌に足してあるものがこんなスティック状であってでもちろん病院内にいる時はもう腸がもう閉店してるわけ閉店 してますので、 でもしそのまま閉店したままこれがこうゆっくりして緩むとかそういうねなんか大事な時は病院で手当てはしないといけないんですけどねその後じゃあそのなんていうの全く物をもう通さなくなって、うん、通さなくしてほんでやっとこう腸がぷわーっとその病院での処置と手当てのおかげでそこでももうずっとこうだったら手術しないといけなかったんですね、うん、だからお医者様にもよかったねーって2回切られてるから、うん、なんとか切らないでいける方がいい、うん、もう絶対いいからってやっぱり言われてて
でそのお医者様なんかも、まあ、病院ではね日本がどうしてもあの、ね、薬治療やってるんでって、その病院の先生もちだって私にここでは僕もそれ以上のこと言えないんだけど腸にすごくいいっていうものが今あのいろいろ、まあ、サプリメントというかこういいの僕も実は知ってるんですけど、うん、病院はやっぱり薬治療という形でやっていくから、うん、なんかまた別物なんですよねって言ってあげられないけど、うん、そういったので普段のあのお通じとかその腸管免疫を保たれることをお勧めしますよって。でその先生から直接聞いたものでは ないんですけどね、これはニュートリライトっていうところが出してるやつなんですけど、あのここに書いてある通りあのヨーグルトっていうのってね、はい、あのひろみちゃんは時々ヨーグルト好き、みんなほら美味しいから食べてるとか。そうですね、ヨーグルトってなんか流行った時期ありますよね。ヨーグルト作るとか私友達作ってる人いるんですよね。あれキノコでしたっけ。なんか今日後でこのクイズ出すやつね、うん、その友達ヨーグルト作ってる友達が書いてくれたんですけど、ね、あそうですか、うん、ちょっと楽しみですね。そうちょっとねヒントをちょっといっぱい話しといてくださいね。でもこうヨーグルトってね、はい、腸でねもしね腐ると乳酸菌っていうのが、はい、腐るとなんかね熱い36.何度でしょ体って、うんうん、でそこで腐ってきたらこのもう少し腸のこと言うとこう腸管免疫っていう場所があって、このひだがこういうひだがひらひらっとこれ映ってるかな、こういうひだがひらひらっとあるところがあるんですよ、うんうん、でここが、うんその 5,6 メーターあるうちの 1.5 メーターから2メーターぐらいのところなんです。で私今日なんか全然このところなんかお通じ的にすっきりしないわとかっていう場合、うんうん、そこから押し出してきちっと出さないといけない。でその時に善玉菌がいてくれないと、うんうん、悪玉菌が多いとその作業をね阻止するというか、うん、できなくしてしまうので善玉菌のその比率を増やしていこうっていう感じなんですけど、ね、悪いものがたまったら困りますもんね。そうなんです。それで、うん見てらっしゃる方の中でだからお腹の調子、まあ、気になる方がいらっしゃいましたら後でまたこうちょっとスライドで出していただくんですけど、私の写真出るところに一応 LINE ID、私ユミコなんでユーミンってユーミンカフェってしてるんですけど、 LINE ID で今どうしたらいいかなってちょっと悩んでることがあるっていうことでしたらそこにまでご連絡いただけたらなって思うんですけど、でただ知らないでね、例えばジャジャさんなんかはなんだっけコーラ大好きとか言うな、コーラ大好きだから言うたはだと思うんですけど、こういう砂糖の摂りすぎは怖いっていう、結構ありますね、これね 2g の砂糖なんですよ。これはちっちゃな、このすごい小さいの大きい角砂糖じゃなくてちっちゃい角砂糖なんだけど、それでも実はこのぐらいね、ハーゲンダッツアイスとかいろいろで、あと実はこういう甘いもんは自分は飲まないと取らないからって言ってるけど、ビール飲んでる方とか、ちょっとライトが当たってあるかな、ビールとかも実は砂糖が、だから今なんかノンアルコールで糖質ゼロとかのねビールがありますけれども、やっぱりこういうどうしてもね、うん、なんか甘いものが美味しいものと勘違いしてるとこもありますからね。ひろみちゃんも甘いもの大好きなんですよ。甘くなければね美味しいと思えないんですよ本当。いやでも日本人が、うん、だから番組でもよく一番最初スイーツ特集ってするとね、やっぱりガーンって視聴率が上がるらしいんですよね。でもやっぱり悪玉菌の住み心地としてはそっちの方が、悪玉菌が増えるって糖が入ってくることによってっていうのがやっぱり、そうですね、やめられないんですよあ
そうなんですよ。それで ねまあ、私の提案としては、まあ、さっきその私は腸閉塞になったんですけど、その後すぐにさっきのあのスティックのやつは本当に1本110円ぐらいなんですけど、110円ぐらいなんだけど、乳酸菌とビフィズス菌っていうのでね、あの下の方に行くとあのビフィズス菌は生きれるんですけど、乳酸菌はあのあだからビフィズス菌は酸素がなくても生きていけるんですよ。なんですけど、あと一般にそのヨーグルトでも胃酸に強いとか、うん、今コマーシャルでいろいろやってるじゃないですか、うん、生きて腸まで届くとかでヤクルト1000とかでなんかあすいませんあの 言ってますけどね それは届くかもしれないんですけど、ちょっと健康管理士官内にヤクルトのなんか詳しい人がいらっしゃって、やっぱりそのいろんな匂いがするから、うん、多分ヤクルト1000飲んでる数すごい増えたらしくって、うん、甘いでしょ、うん、お甘くて美味しいから、うん、すごい糖が、まあ、オリゴ糖が入ってるんで、うん、それも気をつけないといけない。糖がね、毎日毎日糖尿とか、うん、そういったのを気をつけないといけない。で、さっきのスティックのは糖なし、糖がほとんどなくて、イヌリンっていう菊芋のその粉が一緒に入ってて、善玉菌の餌と一緒にさーって取ることによって腸に届いて定着して増殖するっていうね、ちょっと特許取ってるぐらいのもので、で腸閉塞の時に私帰ってきてからすごい役に立ったので、ちょっと今日あの出さし、さっきあの映させていただきました。そうですね。じゃあ、あのたっぷりね、今日はいろんな腸内環境のお話をしていただきました。はい、そしてこれは、はい、先ほど言ってましたね、あの最後までね聞いていただいた方にあのクイズを出させていただくということで、由美ちゃんの方からまたなんかねプレゼントいいお渡ししたいということですので、はい、これ、はい、腸内環境強化メニュークイズです。はい、お願いします。これ私のね幼馴染のねジュリちゃんっていう子が、桐畑ジュリって書いてあるんですけど、すごい活躍してる子です。はい、ではでは、まずさてこれヨーグルトですよね。それとはい、何でしょう、この4点、これで何ができるでしょう。あれ、ジャラさん分かります？あ、でもなんか想像つきそう。カフェとかで出てくる、何と思います？簡単ですけど上手に書いてますね、これね。桃とヨーグルトとアイスクリーム、何ができるでしょう。何ができる？カフェに、カフェ行くと出てきますよ。普通に、あ、カフェでガラスに入ってる、せーの、ピーチパフェです。あ、ピーチパフェ、あー、ピーチパフェ、あ、うん、はい、はい、はい、次いきます。これ1番目、ピーチパフェ。はい、腸内環境に一番いいのはどれでしょうっていうことなんで、はい、これなんでしょう。もうこれ簡単よね。だってこれお味噌で何ができるか。そう、お味噌と、いやもう絶対わかるやん、ひろみちゃん。豆腐、豆腐が入った。それで昆布や、わかりますね。はい、いきます、はい、味噌汁、味噌汁ね、はい、あ、だからこの具材が腸にいいかどうか皆さんちょっと見ながら考えながら、はい、あの一つ目はピーチパフェ、二番目味噌汁。ピーチパフェにはね、ヨーグルトが入ってますからね。はい、はい、あ、これの次です、はい、さて、これ最後は3番目、牛乳でしょ、チーズでしょ、これなんだろう。わかりますね、じゃがいも、じゃがいも、玉ねぎ、ベーコンですか。あ、ベーコンときた、はい、これは子供が好きだよね。なんだろう、ピザですか。あ、惜しいな。これは何ですかね。じゃがいもだから、じゃーん、グラタンです。グラタン、はい、はい、3番目がグラタンです。ということで、はい、はい、そしてこれが善玉菌。善玉菌っていうのが、はい、有用菌って言って体にいい影響を与えてくれるんですよね。で、
これはこのビフィズス菌、乳酸菌とかが善玉菌の代表として言われてるんですけど、あのこの弱酸性の状態であのいい環境で生きやすいので、お酢とか体にいいよねとか言ってるのは、あのアルカリに傾くとちょっと居心地悪くなるよっていうことで、お酢とかのものが良かったりね、体にいいもの、あと食物繊維もたくさん取っていただくと善玉菌の餌になって増えます。食物繊維もね。でこれが悪玉菌、アルカリのね、アルカリ性の菌なんでね、これはなんかわかります、あのお肉とかね、なんかこう食べ物を分解するときにっていう感じで、分解するときに、この毒素がアンモニアとかこう、はい、いろいろな毒素が、その時にウイルス菌とか大腸菌とかが出てしまうんです。だから肉肉肉肉っていう食事の人は割とちょっと善玉菌が増えやすいかなっていうのはある。だからちょっとまああの大豆とか豆腐とか、あなんかちょっと答え 言ってませんよ、私言ってません、はい、どういったものがどういったものがいいでしょうということで、腸内環境はこの善玉菌が2で悪玉菌が1で、日和見菌っていう、これがね、善玉菌が2に傾くと日和見菌も善玉菌に傾くんですね。っていうことで2対1対7っていう、はい、2対1対7っていう、これに近づけようねっていうことを、まあどうしたらかあの近づきますかっていうようなことで、そういう問題ですか。そう、はい、どれに、だから1番がピーチパフェ、で味噌汁、味噌汁、3番がグラタンだったんですけど、はい、この中でどれが一番善玉菌が2対1対7で2に、善玉菌に一番いい影響を与えてくれるのかっていう、どれですか、どのお料理ですかということで、そういう感じ、ね、これ見ていただいた方にしかちょっとわからないと思いますが、そうです、その答えは次回に、はいね、あのはい、次回登場させていただいた時に、またあの由美さんの方のその LINE ですか、はいはい、はい、それなんですね。あとその、はい、ダイエットに関することが先ほど、うん、ダイエットの、はい、もうで今ダイエットのことをあのちょっとやっぱりお友達がみんな出産後とかですね、うん、あの男性の方もやっぱり35から40過ぎてくると、あの普通に代謝がね落ちるんですよ、本当に。だからいやそんな食べ過ぎてへんけど、お酒は結構まあ飲むけどって言われたら、さっき角砂糖いっぱいこう見せたじゃないですか。だからすごい糖糖化と酸化ってあるんですけど、あのやっぱり体重を落としていきたいなってなった時に、食事への意識と知識と意識、これを持ってもらった上でダイエットをするとリバウンドしないんですけど、はい、そこのちょっとした知識があるのとないのとで本当に違うんですよ。だからあの例えば1ヶ月に2回とか3回のプチダイエット、それぐらいならできますっていう人だったら、それを 2,3 ヶ月意識してもらう方法っていうのがあるんですけど、ライズアップとかいろんなとこ、ね、ライズアップとか行っちゃうと、はい、結構ねやっぱりお金もいっぱいかかっちゃったりするので、ね、あのまたご相談、そうです、ね、ご相談乗っていただけると また健康とかね、いうことであればまた何でもね、また由美ちゃんがご相談乗ってくれると思いますのでね、またはい、あのフェイスブックを通じて、あの私のあのメッセンジャーでもよろしいのでね、一応また答えとか疑問あのありましたら言ってくださったら、また由美ちゃんに次回の時にあのお答えしていただくようにしますので、よろしくお願いいたします。でどういうプレゼントをしていただきますか。まあ、あの健康に関してっていうことですので、はい、ダイエットをしたり、まあ、ちょっと疲れてるなっていうの時、活性酸素がやっぱ体からやっぱり出ちゃう、脳が疲れてるなとか、うん、それをちょっとあのカバーしましょうっていうことで、はい、寝る前に。これは何ていうお名前ですか。
モーニングッドって飲み物になるんですか、うん、ドリンクドリンクでザクロとかあそういうポリフェノールとか果物で、うん、もちろんこれ完全有機、はい、全く農薬一滴も使われてない、うん、でキャッツクロウっていうね、うん、原生林 の, あのすごい抗酸化の強いものが入ってるっていう、はいね、これをじゃあユミちゃんがプレゼントしてくれる、はい、ということですのでねでこのさっきのあのさっきのちょこれをプレゼントして、はい、さっきのあの質問あのやったじゃないですか問題であれは腸内環境を相談したいなっていう方とかやっぱり意識持たれてると思うので先ほどあのジャジャさんの方からの表面に出してもらったこのプロバイオっていうこれが64億個もね乳酸菌とビフィズス菌が入ってるんですよ、うん、でこれを2名の方、はい、2名の方ですかあとね、はい、多分ね3袋ぐらいするとやっぱり百何十億って届けられるので、うん、3袋プレゼントしたいと思います、まあ、お試しということでね、うん、サンプルをプレゼントしてくださるということです、うん、はい楽しみにしてください今日は本当にあの遠いとこからありがとうございましたまた次回続きの方よろしくお願いいたしますはいゆみちゃんありがとうでは失礼しますはい、はい、それではちょっとね最後私からのあの満月ひろみからのあのお知らせです、私、あのこの11月の4日の日あの祝日になるんですけどね月曜日はい月曜日の祝日にグランドサロン重曹というキャバレーの方であの私のお店経営20周年というのを行いますおめでとうございます、ね、今横であゆみちゃんもですけどもジャジャさんにももちろんあの来ていただいてはいあの皆さんで楽しんでいただこうと思いますジャジャさんのお顔もここに載っておりますいろんな、ね、方にあの今までの20年の間いろんな方に出会わせていただきましたあの歌だけではなくいろんな芸術関係の方とかいろんな方に来ていただきます先ほど の, あのゲストさんあのケント蔵の社長にも来ていただきますあのぜひ皆さん来ていただきたいと思いますそしてまた私もゼロからもう一度スタートしていきたいと思いますので皆様とこれからのご縁も大事にしていきたいと思いますぜひ来てくださいまたご連絡くださいねはい前売り券がありますのでよろしくお願いいたしますご連絡お待ちしておりますありがとうございます終わりはいじゃあ最後のはいそれでは満月とレインボータイムでした。また次回お楽しみに。